ザ・フレーメン。からいつか脱却していたリプライマーの時間待てる犬、よく寝る捨て猫、火遊びに炙られた皮膚層の表面のただれた傷も、杯から溢れた他者へと向ける自己愛でいくらか修復された。いつからの我慢、いつからの抑圧、なぜここで解放、新たな脅威層に怯えるエゴイズム、そしらぬ顔した氷山の見えぬ巨海の物言わぬ怪しさ、記すことでつなぎ止めるアンカーが進捗の証、現状に程遠いところ、その到達点について決して口外する文字、甘美な進化で酔いしれている。18時から23時までのこの時間帯、していたリプライまでの時間待てる犬、よく寝る捨て猫、火遊びに破られた皮膚その表面のただれた傷も、杯から溢れた他者へと向ける自己愛でいくらか修復された。いつからの我慢、いつからの抑圧、なぜここで解放、新たな脅威層に怯えるエゴイズム、そしらぬ顔した氷山の見えぬ巨海の物言わぬ怪しさ、記すことでつなぎ止めるアンカーが進捗の証、現状に程遠いところ、その到達点について決して後悔するマジ、甘美な進化に酔いしれている。18時から23時までのこの時間帯、you
누군가 받은 사람